はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。ドラフト会やりましたけれども、うん、ちょっとドラフトの話の続きで、うん、選手たちは、うん、チームにすでに所属している選手たちは、うん、例えば、今年の自分のチームのドラフトのこう指名のラインナップとか見て、うん、あ、内野手多く取ってるなと思ったら、うんうんうん、自分が今内野のじゃあポジションを争ってるとするじゃないですか、うん、そういうのって気になるもんなんですか？いや、気になると思うよ。マリーンズも西牧選手戦力外になりましたね、うんうんうん、ドラフト後に内野手、うん、そうそうそう、取れたからではない多分っていうのは、うん、あ、もう当たり前の世界ってことです。いやいや、だと思うけどな、うんうん、なんとなく選手が感じてる、うん、あ、まあ、うちちょっと今外野手手薄だなとかって、うんうんうん、それって言えばドラフトに反映されるもんなんですか？いや、反映される部分もあるし、あの外野に移せる選手いないかな、もしくは外国人っていうところの枠があるから、なんか必ずしもそのなんていうかな、ここがいないから取るっていうのは、まあ一つの考え方としてはあると思うけど、まあ、ポジション変えようかなとか、あ、マリーンズで言えばキャッチャー10人いた時期があったけど、まあ、今外野手やってるとか、まあ、そういうのもあるんで、まあ、ドラフトが全てじゃないけど、うん、ある程度でもドラフトで取れたらリリースっていうのは第1回目 の、 あの戦力外があって、まあ、2回目があってみたいなのがそういう意味かなと思うけどね。ドラフトのラインナップに一個人の選手の何となくこう意向というか、うん、こう発言が反映されるみたいなことが、一個人の選手の、はい、ドラフトに、あ、そうです、うん、いや、ないよね。あ、それはやっぱもうそこまでないですよ、別に。選手たちが、はい、もう外野取ってくださいよとか、例えば、はい、あ、ない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 、そこまで言える選手いないとか、そうそうそう、もうその球団の中である程度数値化してたり、うん、まあ、FA 日数であったり、うん、まあまあ、あのヒット数であったり試合数であったりっていうのを、うん、まあ、いろいろこうグラフで出しながら、うん、補わなきゃいけないポイントって必ず見えてくるんで、うんうん、うん、まあ、なので、まあ、上昇しているチーム、例えばソフトバンクとか、まあ、今年でオリックスもそうだけど、まあ、そこであったとしても何年後かには必ずこの辺が薄くなってくるってもう絶対分かってるんで、そういったのが戦略、うん、だからそれをしっかりとそのドラフトを積み重ねていって、あの予想通りにそれいけば、ね、1位で取った子が必ず3年後4年後にチームの核になってったりすれば、まあ、大卒ね、高卒だと5年後とか6年後にチームのもう中軸にいる、でもう二遊間はもうここで5、6年安泰みたいなのがあればいいけどさ、まあ、ライオンズで言えばさ、殿崎とかさ、源田がさ二遊間いてくれてとか、キャッチャー森がいてくれてとか、ああいうそのセンター、まあ、よくセンターラインを固めて、あとどういうふうに補強していくかっていうところで、まあ、二遊間で長くずっと試合に出てくれたら、まあ、そりゃ助かるでしょ、うん、チームとしてはキャッチャーとか二遊間はそりゃ強いよ。そこはもうあんまり、うん、あんまり、ね、良くなかったらその選手たちはちょっと外野に行ってまた違 う、 こう二遊間を入れる。そうね、まあ、だからどこまでプロの二遊間になっていけるかっていうのは、まあ、その選手たちの、まあ、今回ねマリーンズ内野手取ってるけど、じゃあそこと今いる選手たちが、まあ、数年続けてフルでね二遊間守ってくれる選手を、まあ、作らなきゃ本当はいけなかったっていうところでは、まあ、ずっとこのショートのポジションというところは、まあ、雄大が取ったかなとかと思ったけど、うん、いやいやみたいな、やっぱ打てないととか、で打つ方を優先するとじゃあ誰々かねとか、うん、なんかでも空いてるって言ったら空いてるよね、ポジション、まあ、外野だって一箇所空いてるんじゃないの、分からないけど、外国人選手もまだなんか流動的ですもんね、まだ決まってないし、で特にね、オスナ、抑えのさ、オスナがどうするかってもう出るんじゃないのと思ったらさ、じゃあ後ろを作らなきゃいけないとか、まあまあ話いろいろまた戻るけど、うん、でもなんか高校生とかでもいい選手だったらどんどんね早くプロの水になれて、プロの型になって、野手で言えばプロの体力になって、143試合ぐらいをオープン戦も含めたりするともっとあるから、それだけをできる、それが1年じゃなくて2年3年できる体作りを早い段階からしていったらいいんじゃないかなと思うけどね。今高校生出ましたけど、あの甲子園の先ほども話しましたけど、スターが必ずしも上位ってわけじゃないんですね、うん、いや近江高校の山田選手は、うん、だからもう上位なのかなって書かれ方もそんな感じだったじゃないですか、うん、それが5位で、でも広島の1位だったりソフトバンクの1位は甲子園にも出てない高校で、高校も聞いてもあ、うん、あれっていう、うん、
これってドラフトって そういうもんだえそんなもんなんじゃないの伸びしろなんですの高校生最強じゃないですか甲子園出たってことは一番うまいのかなって素人目では一番まあチーム力あるからねその出てくる県の数とかそのところの厚みとか、まあ、今日周りの その兼ね合いとか、まあ、チーム力とかっていうのがあるから、まあ、ドラフトに関しては、まあ、ある程度甲子園に出てくれると昔は見やすかったじゃないですか、うん、全国放送だし、うんはい、そこでやってくれるからでも今はいろんな地方大会にもちゃんとそれぞれのスカウトが行って、うん、あのいいなっていう選手はちゃんとその報告も上がってるし何がいいかっていうところまでまたその家庭環境であったり、うん、そのアスリートとしてのその選手個人の性格とか、うん、あの考え方みたいなものもいろいろ学校の先生から聞いたりしながらいろいろ情報はかなり集めやすくなってるから、うんまああのまあ、甲子園だけ見てる人はねいると思うけど地方の高校野球をすごい見てるファンの方もいるからそういう人たちからするとその甲子園出てなくて、うん、あのこの子がドラフト上位で行ったらあ俺目つけてたとか、うんうん、そうそうみたいなのはやっぱ嬉しいのでもあるし、まあ、そういう発掘っていうのがスカウティングっていうところのまたあの面白さとか難しさでもあると思うんで、うん、結構そういう部分ではスカウトの人たちが見てるその地域のところがまあ面白いっていう部分があるかな、うんまあ、仕方がね甲子園はやっぱチームで勝っていくもんだからうん、ズバ抜けてら別よ、はい、もう 4,5 人もう、ね、プロ注目の選手がいるところがもうガンっていけば別だけど、うん、まあそんなに集まらないからさ今、うん、やっぱりなんかドラフトのことで選手同士が話すってあんまないんですか選手同士がドラフト、まあ、在籍にしてるドラフトの話題みたいなのってあいつ取ってほしいなみたいなこの選手からそこまで球団に言うとかあいつどこどこの地元だよなとかっていうことで雑談程度でもあるんですけどしたことがない僕はしたことがないじゃあほぼもう気にしてないじゃないですか気にしてない気にしてないっていうかドラフト会議を現役中に多分見てない俺見てないと思う、ああそうだ今日ドラフトだとかで新聞も基本あの新聞もスポーツ新聞あんま見ないんでもう今もネットがあるから新聞なんか見ることないし、うん、携帯で行くとさ、うん、結局はその1位2位の1位の話しかならないわけじゃない、うん、あじゃあうちはその名前はさ、うん、言っても誰で行くんだとかだからで当時やってた頃って千葉で言ったら唐川祐希とか祐希とかが来たあの入った あ成田の子だとかぐらいの程度しか、あとは分からないちょっと失礼な話だけど本当に一軍にずっといて高校生で例えば会とかで入って一軍に上がってこなかったら本当分からない、うん、へえそうですねで言うとそのスカウトさんから清水さんに東芝府中の後輩で誰かいい人いたとかって言う、うん、そんなことないですかいやそれ仕事してないじゃんいや例えばそのいやこういろんな見てるでしょうけど、うん、そういう選手だって選手の情報はあんまり吸い上げられることもないんですよいやもう選手の情報よりもそこに張り付いてるスカウトの方たちのもうその外から見てあの選手ではなくてちゃんとまあ学校の先生と話したりとかそういうのを見てるからもう全然選手なんかでもそれぞれのスカウト その仕事してる人がいるからその人たちがちゃんと決めてまあスカウト部長がいてでまずその球団の中で編成でやっていくってことなんで選手の意向なんて一切とかもうありえないと思ってます絶対にない、うん、そうなんだなんかあれですか、その例えばじゃあ今選手で内野プレーしてます、ショートセカンドやってます、うん、ででもすごい、即戦力のショートセカンドがドラフトされました、うん、ってなった時にもう大体オフシーズンじゃないですか、うん、この時期、うんうんうん、そしたらその秋の練習とか、うん、オフシーズン中にちょっと俺外野も練習しようかなみたいないやもう負け認めてるやんそれあ、そうなんですかでもその通常が出るじゃないですかそういうなんか、いたじゃないですかそのドラフトは分かんないですけど、うん、前なんかオフシーズンに外野も挑戦するみたいな選手とかっていたんですけど、うん、それってなんかドラフトのそういった状況とか情報とかによってあなんかちょっと俺もそろそろ外野やった方がいいみたいな、うん、そうそうドラフトが与える選手への影響です、ね、俺全くやけど、あくまでもこれ僕の考え方やけどもうだったら、まああの辞めるじゃないけどもう手挙げて辞めますって言ったらいいやんもう負け認めてるんでしょって言って、まあ、雇用が何しようが俺勝てると思って入ってるわけでしょ例えば、はい、あの
今年ドラフト選ばれた子たちなんてエースになろうレギュラー取ろうでその自信満々で来るわけじゃん。まあ不安もあると思うけど、でも3年後4年後ぐらいにパッて自分の同じポジションですごいやつが来た時に俺ポジション変わろうかなやったらもうそもそも無理やと思うよ、この高いレベルのプロで。でも現状そのラインの人もいるじゃないですか、選手も。うん、そこのことに構う必要がある？と思っちゃう。いや、ね、いや、僕とじゃなくてチームが球団として球団として自分がいるポジションにすごい有力な選手たちが来た時にその一選手が僕ポジション変わりたいなっていう選手に構ってられる？と思っちゃう。お僕としては。なるほど、だったらどうぞ、うん、好きなポジションやったらいいやんって、うんうん、でしょっていう、うんうん、だけの話で、球団としてはその個人がどうこうしようか、うん、まあそれってまあコーチと相談することだと思うし、監督がねポジションをその変更するっていうのはもう監督が現場で決めていくことだから、編成も含めて勝手に自分で僕どこどこやりますは絶対許されないからね、うん、そのポジションで取ってるんだし、うん、なのでチームからあのこういう選手が来るからじゃあちょっとここやってみようかっていうのは逆にあここででも僕使ってもらえるかもしれないんだっていう風になるじゃん。自分から言うやつはもうはっきり言ってもういいよいいよって多分自分から言う人はもういないですか。いないそれ言ってどうするん。だってじゃあ出る機会がもしかしたらまあ僕バッティングはいいけどちょっとショートの守備がバッティング良かったらもう出てるからまあ言ってましたね。そうかそうバッティングが自分でいいっていうやつはもうそのもうちゃんと使ってくれてるからどこであろうが、うん、だって自分でトレード出してくださいって言ってるのと一緒でしょ。もう極端に言えば、はい、究極言えば僕あこの選手が入ったら僕試合出れないんで僕トレード出してくださいって言ってるのと一緒でしょ、はい、いやそれじゃあやっぱこの世界生き残れないでしょ、はい、うん、どんだけ弱いのと思ってた、はい、それだったらこの世界に来たらダメよ、うんうん、もうそのこの世界に入るってことはそんなことでも打ち勝って生き残ってじゃないけどやっていく覚悟で入ってきてるから数年で、ね、そういう選手が来たからポジション変わりたいとかもうだったら来なかったらよかったのにってもう思ってしまう。もうちょっとあの言われたら嫌かもしれんけどいやそうじゃないと思う、うん、そりゃそのねあのピッチャーにしても野手にしてもいろんな適性ってあるじゃない。要は長距離をね、はい打ててたけどだんだんやっぱり力的にはあの打てなくなってる、うん、そらポン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 飛ばす外国人来たりしたらってなった時に打順が変わっていくその時に変わった中で自分がこのチームで生き残るために例えば追っつけるバッティングとか少し短く持つとか自分がクリーンアップしたかったけど7番とか9番とかってなった時にじゃあチームにどうやって貢献して自分がレギュラーでどうやって試合に出るかやからポジション変わったから試合に出れるって保証ないしそのポジションにもいるしというか、まあ、そこに行きたいってことはそこ自分が手薄やと思ってるから行きたいと思うでしょ、うんうん、でそんな甘くないからね、まあ、ピッチャーも適性あるやん。長くこう連投が効くんだったらやっぱその優れてる優れてない関係なくて適性で、じゃあブルペンでってガーンって伸びる人もいるしこうブルペンかなと初め思ったけど意外と長いあの100球近く常時いい球投げれるんだじゃあ先発やってみようかとか、うん、とかいろんなそのところの変更はもちろんプロに入ってあるけど自分から言わないですか。自分から なんでクローザーやりたいです。ああいいんじゃないクローザーやってじゃあクローザーであかんかったらずっと2軍でってなるよねクローザー今3人候補いるからクローザーやりたいんやったらクローザー勝負しって、うん、いいよキャンプでってでもクローザー1人やからあかんかったら中継ぎじゃなくてファームねって俺はもうあみんな先発狙ってるんですか。先発したい人もいるしクローザーっていう人もいると思ういいんじゃないですかね。そうそうだから敵ってそこに適応していって自分がこの世界でずば抜けりゃいいのよ、まあ、前も何回言ったと思うけどもうびっくりするぐらいな突き抜けろって突き抜けたら使わざるを得ないし自分がやりたいポジションも自分が打ちたいポジションもおのずとそこに座られるでしょって、うんうん、自分から取りに行くっていう姿勢はすごい大事だけど結果が伴ってなければチームとしてはやっぱりいろいろプランがあるんで変更するだろうから、うん、だから ドラフトで誰かが来たから僕じゃあよそ行きますだったらもう多分この世界にいない方がいい、うん、もう悲しいけどまあ
結論としては選手はそんな気にしてないってことですね。じゃあドラフト、あの気にしないってわけじゃないけど、あの情報は入ってくるじゃん、うん、内野取った、うん、多くなったピッチャー取った、外野手あの取ってないから、で別に外野手が安心してるわけじゃないから関係ないからね、うん、やっぱりコンバートがいくらでもあるし、うん、基本的に前も言ったけどその野手である以上打てないと、はい、ズバ抜けた守備があればまあちょっとまあ目つぶる分あるけど、打つか打たないかって言ったら打つ方を使うから、やっぱりみんなポジション関係なく練習して誰よりも打てるように、でチーム内じゃないからね争いが、やっぱりパリーグの中で一番になりたいとかだから、もうちょっと、はい、まとめると、まあ、そういう意識の人はいないと思うし、あの、まあ、みんなねやっぱりレギュラーとかエースとか10年年15年活躍できる選手っていう一軍でね、うん、を目標にやってるから、まあ、今年入った選手たちがね、長くあのプロ野球でいるかどうかは分からないけど、まあ、そういう世界なんだっていうことはあの分かってきてると思うんで、まあ、暗い話ばっかりしてもあかんから、それぞれがチームの主力になっていくことをね、うん、願ってますよ、はい、いいですか、はい、今日もありがとうございました。